はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。ということで、今回からまた新たなモッドを導入してマインクラフトをやっていきたいと思います。前シリーズはスパイダークイーンというモッドを導入してやりましたね。みんな見てくれたかな？見てくれたよね。もしね、もしだよ、見てくれてない人がいるとしたらもうね、ここに今真ん中に出てきてると思うその再生リスト、これをねタップするだけでね、そこに飛べるから、皆さんぜひね見てほしい。いや見てください。いやもう見ろ。いや本当にお願いします。ちょっともう何でもします。まあ前の話は置いといて、今回やるモッドの、名前を発表したいと思います。もうねタイトル見てどうせわかるんだろうけどね、まあちょっとやらせてよ。今回やるモッドの名前はキャンディークラフトというモッドを導入してやっていきたいと思います。もう名前の通り、まあお菓子をねたくさん追加するモッドなんですけど、これお菓子を追加するだけじゃなくて、なんていうのかな、新たなる世界、かっこよく言えばディメンションを追加するんです。ディメンションの新しく追加されるディメンションなんですけど、なんとですね、全てお菓子でできているらしいです。おー盛り上がる。それでは早速やっていきたいと思います。名前はお菓子なワールド。どうですか、面白いでしょう。今面白くないって言ったやつ。それではやっていきましょうね。まあ、今回は、パート1はですね、そのおかしなワールド、おかしなワールドってこれから言います。おかしなワールドに行くためにはいろいろとね準備が必要なんですよ。だから今回はちょっと準備期間になるんじゃないかな。準備期間っていうか準備パート、何が必要かっていうとですね、そのおかしなワールドに行くためには大量の砂糖がいります。そしてマグマ、まあネザーと一緒でなんかポータルを作んないといけないんですよ。でその黒曜石の代わりになるのが砂糖で、でその火打ち石の代わりになるのがマグマっていうね。だからねちょっとサトウキビをたくさん集めてどん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 増やしていきたいと思います。あ、オオカミじゃん。こんにちはオオカミさん。今俺骨ないんすよ。いや俺の右腕のさ、俺の右腕の骨ぐらいだったらあげてもいいけど、ついてきて くれるなら。俺の右腕の骨いる？あ、無視だもんね。あ、そういう感じね。あ、意外と集まんじゃねこれ。もう28個か。歩き回ってたら結構手に入るだろこれ。まあでも今回このキャンディークラフトをやる上で一つみんなに言っておきたいことがあるんですけど、僕もこのキャンディークラフトに関しては本当に何も知らない状態なので、たまにウィキを見ながら手探りでやっていきたいと思います。もう完全にもう何も分かんないんで、全部がお菓子でできてるんですよ。夢広がりません？地面も全部お菓子ですよ。地面一体何でできてるんだろう。ケーキとかかな、やっぱり。ちなみにね、僕の大好きなお菓子はですね、最近で言うと不二家のポップキャンディーがすごくハマってます。みんなわかるかな、不二家のポップキャンディーって。すっごいうまいんだよあれ。
ちなみにそのポップキャンディのぶどう味がめちゃくちゃ好き。ちなみに一番苦手なあのお菓子は、あのスイーツはですね、あのモンブランがすごく苦手です。なんかモンブランのなんかクリーっていう表現よ。俺の表現の仕方よ。わかるかな、俺の言わんとしてることを。まあその話を某赤髪の人にね、あの言ったら、モンブランもペンちゃんのこと嫌いだよとね、一言言われましたね。では砂糖のブロックをね作っていきたいと思います。いくつ作れるんだろう。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14個作れればね、多分いけると思うんだよね。あ、実績解除した。ゲッティングシュガー。あ、音が砂と同じだ。おいおい、あ、てか大丈夫だ。ちゃんと節約しなくてもこれちょうどぴったりじゃん。ゲートはできましたね。あとは溶岩を手に入れるのみ。よいしょ。じゃあちょっと地下をね目指して、適当に鉄を取って溶岩をすくいましょう。てか思ったんだけど、お菓子の世界にもさ、ゾンビとかいるのかな。やだなマジで。ゾンビの歩いたところ絶対食べたくないわ。それとですね、あの現世からおかしな国にね、おかしな世界に行くとですね、あの帰れなくなります。一方通行なんですよ。今のところ帰る方法がわからない状態なので、もしかしたら、まあ、帰る方法があるのかもしれない。ちょっとあのなんか攻略サイトみたいなのがなくて、海外のウィキしかないんですよ。だからそれを見つつねやってるので、もしかしたら見つかるかもしれないけど、もしもう向こうに行ったら多分ほぼ現世には、現世ってかここには帰ってこないと思います。あったあったあった、来た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 。もうこれで鉄はいらないな。あとは精錬して、あのバケツにしてマグマを拾うだけだ。まあこのマグマダイバーペイントと呼ばれてるね、マイクラ界ではマグマダイバーのペイントと呼ばれているから、僕はもう簡単ですよ。僕が探さなくてもマグマ側から僕を見つけてくるみたいな、そういうぐらいですからね。世界中のマグマがね、あのペイントさんに落ちてもらいたくて寄ってきます。こんな溶岩を望むマインクラフターはいないよ。ねえ溶岩さん、こんなに溶岩望んでる人いないよ、なかなか。あ、すごい大きく聞こえる。水があるってことはね、あ、ここ絶対溶岩もあるはず。溶岩あるでしょ近くに。あ、あったあったあった、来ましたよ。いける、お願いします。うよいしょ。はい、あ、いやいや、帰りたい帰りたい帰りたい、帰らせて帰らせて。オッケーオッケー、いいよ、もういいよ、ありがとう、もういいからね。本当にもうこうダイブとかないから、この動画ダイブとかないから、そういうネタないから。はい、着いたー。ちょうど晴れになった。晴れになったってか朝になった。素晴らしい空が、僕がお菓子の国へ、おかしな世界へ行くことを歓迎しているようだ。はいね、じゃあ行きますよ。え、これほんと合ってんのかな。失敗だったら普通に悲しいけど、行きます。えい、来たー
来た、すげえ赤いゲート来ましたよ。じゃあ早速おかしな世界へ行きたいと思います。もうこの世界に未練はね、今までありがとうな。そんな思い出ないけど、じゃあ行きます、ゴー。あ、自責解除した。お、今ダウンロード中だ。この時間、この時間ワクワク。うっ、なになにこれ。ちょっと待って、